はいどうも皆さんこんにちは、ベイさんです。今回はですねこんな感じでボタンを押すと防具が入れ替わる防具立て自動入れ替え装置の作り方を紹介します。サバイバルをしていると防具っていろいろとね余ってきて邪魔になってしまうと思うんですけど、そのね余分な防具をこのようにインテリアとして活用することができます。またねインテリアとしてだけではなくて、ここからねこのように防具をね右クリックで取ってあげればさっとね着替えることもできるというね優れものです。サバイバルでね1個作っておくとかなり便利だと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作り方を紹介していきたいと思います。それでは早速作っていきます。必要な材料はこんな感じです。まあねかなり用意する材料のね数は少ないんじゃないかなと思います。防具はねちょっと多すぎるので省略していますが、防具立て7つとそれにね対応した防具を用意しておいてください。それでは作っていきます。で必要なスペースは横幅が5ブロック、奥行きが5ブロック、地面からの深さが1ブロックで、地面からの高さは2ブロック必要になります。それでは作っていきましょう。でそうしたらまず動かす用のブロックを設置していきます。動かす用のブロックはこのようにね 5×5 のうちの真ん中の 3×3 をここだけね残すようにして設置してください。でそうしたらピストンを設置、でそうしたら横を向いてここにピストンを設置、でこのピストンを見るように1、2とオブザーバーで、その後ろにブロックを設置します。でそうしたら今度は手前を向くようにピストンを設置、でピストンを見るようにオブザーバーを2つ、その後ろにブロックを設置します。でそうしたら今度は左側を向くようにピストンを設置して、さらにこのピストンを見るようにオブザーバーを2つ、でその先にブロックと、で今度は奥側を向くようにねピストンを設置してください。はい、こんな感じです。はい、これで OK ですね。でそうしたらここに仮ブロックで、その上にこちら向きでオブザーバーを設置します。オブザーバーの下のブロック仮ブロックは壊しておいてください。でオブザーバーの1、2ブロック上にブロックを設置、でそうしたらこのブロックを見ながら下向きでオブザーバーを設置します。はい、これでね回路自体はもうざっくりとね完成しました。ここにまずブロックを設置、でこのように 2×1 のね枠を残すように壁を設置します。で両側にはこのようにねさらに1ブロック手前側に向けて壁を設置、で床もねちょっと追加していきます。でここにはこのようにボタンを設置してください。はい、これでね回路完成ですね。ボタンを押すとこのね下のブロックが回転するのがわかると思います。これでねもしうまく動かなかった場合はもう一回ね作り直してみてください。でしっかりね回すときにここだけねなくなっているっていうことをね確認してください。ここのねブロックがもしねあったままだと回路がねぶっ壊れてしまう原因になるので注意しましょう。はい、でそうしたらこのど真ん中に柱をね立てます。でそうしたらこの7ブロックの上にこのように防具立てを設置してあげてください。はい、でそうしたらこのね柱の高さ2ブロック目のところに看板を設置します。で左側にやってきてこのブロックを見ながら絵画を設置、で反対側にやってきてこの看板を見ながらさらにねこのように絵画を設置してください。で最後にここに天井をつけてあげます。こうすることでねまあ横のね防具立てが少し見づらくなるんじゃないでしょうか。はい、で最後にこれね中に侵入されるとこんな感じでね好き放題できてしまうので、ここにこのようにハーフブロックを設置しておきます。でねこれ鑑賞用のためだけに作るよっていう人はここにねガラスとかを設置してもいい感じになるんじゃないかなと思います。はい、でねこのように回路が完成したらこのようにボタンを押してみてください。はい、しっかりね防具立てがこのね下のブロックの上に乗って移動することがわかると思います。これでねしっかり動いた場合はこのね防具立てそれぞれに防具をね着させていってあげてください。でねちょっとね今回は完成させたのはこちらですパターンになるんですけど、このようにね防具をしっかり乗せてあげるとこのようなね感じになります。でこのようにねカラフルで、こんな感じでカラフルにねした場合は下のねブロックもこのように工夫してね色を変えたりしてあげるといい感じにね見えるんじゃないかなと思います。まあねこれは色付きのね防具とかじゃなくてもダイヤの防具とかでも全然いいと思います。またねこれ防具のために入れ替えるのではなくて、このようにツールをねそれぞれ一つずつね持たせて、まあツール収納装置としてね使うこともできるんじゃないかなと思います。まあねそういう使い方もねいろいろと面白いと思います。またねこいつらにねシュルカーボックスを持たせてあげれば、まあ、シュルカーボックス呼び出し機にもなりますね。まあいろいろなね活用方法があると
思うので、いろいろ試してみてください。はい、というわけでね、今回は防具立て入れ替え装置の作り方を紹介しました。このチャンネルにはね、レッドストーン回路の動画がたくさんあるので、良ければもう一本動画を見ていってください。また、コメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問などもね、受け付けています。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。